どうもふうじたです。はい、ということでね、じゃあ今回は、この駿河屋、新宿マリアレックス店さんのファミコン以外の店内見てみましょうか。行きますか。ということで、今回は、ファミコン以外のね、店内を見てみたいと思います。まずこのショーケース見てみます。すごいですね。はい、ゲームキューブの箱付き9800円、11300円とか。ゲームキューブ多いですね。こっちもそうだし、ディスクシステム、ディスクがあって、ヘッドクリーナー、こんなの売ってんですね。掃除物、面白い、掃除物ですね。これで5000円するんですね、クリーナーだけで。まあこれは見ないですからね。見ないですね。純正というかね、この感じ。初めて見た。でこっちも行っちゃうと、はい、まだ新しめですか。そうですね、 PS3 だし、Xbox だし。ボリュームコントローラーがね、これやっぱ貴重なんですよね。 PS1 ですけど、ボリュームコントローラーって何ですか。あの、なんかこのひねるやつですよ、大山とかやるやつに。ああ、そういう意味か。まあアーケードっぽい。そうっすね、左右をあのつまみで。そう、あ、結構すごいじゃないですか、PC エンジンが。PC エンジンずらっと。これ安くないですか。全体的にヤバくない、この安さ。コントローラー、ね、コアグラがね、5000円って超安いと思う。あとこのディオの色、1900円って鬼安だと思う。多分買うでしょうね、これ。多分ってことは間違いなく買うってことですね。買うでしょうね、やっぱりね、はい、お得なんでね、やっぱ。藤田さん、え、その奥にデータックありましたよ。初めて見たな、データック。あ、本当に。これのもカードも付いた、本体も付いたドラゴンボールなんですけど、4400円。これはまあ妥当な価格だと思いますよ。こういう付属のカードも、だからそれがないとできないわけじゃないですか。そうですね。だけど根本的にはこのソフトだけでいいじゃんってことなんですね。はいはいはい。まあでもコレクターとしてはこのカードが全部揃ってた方がいいみたいなのももちろんあると思いますよ。すね、まあ、ドラゴンボールはすげえ出てるから。ドラゴンボールから始まったんですよ、このデータ。そうですね。あ、ここの箱、後ろ見てください。ここすごい。こういうふうにガーチャーンって貼られるんですよ。藤田さん持ってるんですか、これは。これ何個もありますよ。後にこれがコンプリートの壁になる、伝説のソフトになるか、誰も持ってなかったでしょうね、当時。そう、データックなんかね、本当に10円とか50円とかで売ってた時代がありますから。本当にそんな時代があった。クレヨンしんちゃんは完全に10円で売ってましたね。裸で1500円で買ったやつですよ。それほどデータックはね、まあ売れなかったというと語弊があるんですけど、だからこそ今高いんですけどね。ちょっとカラオケもなんか珍しくないですか。まあこれもこれはいいですよね。コンプリートが入ってないですよね。入ってるとして、入ってるとして、ちょっと見ましょう。カラオケスタジオ、カラオケが入ったらヤバいですよ、切るって。カラオケ2は超ヤバいんで10万ぐらいするんで。入ってる。嘘嘘。だってカラオケって、カラオケスタジオ基本セット、何それ、どワンツー。これはどれ、なんで基本セットがいるのだって。どれに当たるんですか、これは。え、基本セットじゃないですか。基本セット、あ、じゃあこれどうですか、価格的に。3パチだったらこれのことでしょ、違うのかな。そう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 、それよ。おー、じゃあどうですか、3パチ。いや、箱必要ないじゃないですか、別に。あ、そうか。さらに、この歌だけが入ってるカセットでは2種類あるから。あ、じゃあその赤とマイクのが裸って意味なんですね。いやいや、マイクなくてもいいんですよ、最悪。あ、マイク外せるんですか。外せたかどうか忘れてたけど、最悪だからこれだけあればいいんでしょ。そう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 、裸って意味でそうですよ。価格的にはじゃあそれはもっと安いですか。いや、でもやっぱ2000円とかするんじゃないですか、どうやっても。だからこの2のカセットが10万ぐらいするんですって。それ痛いですよ、それは。大物はね。で、お隣がメガドライブです。メガドライブですね。メガ2、これ今すごい欲しいですよね。なんでですか。このケースが引っ掛けるようなやつか。この形のカセット少ないですよ。あ、それが内蔵っていうか組み込まれてるか。これね、2種類あるの、うん、そうそう、2種類っていうかほぼ何もないじゃないですか。はいはいはい。一覧とあるのはちょっと折れちゃってますけど、この引っ掛けタイプ。あ、折れちゃうとこもあるんですね。これも折れてるんですよ。あ、
でその折れてないのが欲しい。これね、ここね。見つけるな。はい、今度行きましょうか。PC エンジンですね。これコアグラね、さっき5000だったじゃないですか。うん、箱付けと2万1000ですね。コントローラーとにかく お得なような気がする。1800円とか。あ、ネオジオがある。ネオジオ系と、あと 3DO、ネオジオ CD、ビューポイントが1万5000円。お姉さんと一緒。じゃんけんパラダイス。おお、なんですか、なんですか。あらららららら。5300円。こういうのがあったんですね。藤田さんが好きそうなタイトルだなと思いました。いいですね。ちょっとなんか時代を感じるなんかそうそうですね、ワンレンみたいなね、この感じね、この紙とかね、ちょっと昔感が、昔感が、ね、バブル感とかね。うん、でも90年代ですもんね、バブルというよりはね。そうですね。うん、わあ、魅惑のスーファミコーナーがついに来ましたね。じゃあ見ちゃいます。魅惑の箱コーナー来ちゃいましたね。じゃあまずちょっとピシっぽかった、はい、ボトムズ。さすが。あ、ちょっとここは縛ってますね。2800円。しぶしの線も一応見たいな。安いんですよね、600円。しぶしの線はよく手に取ってますね。いや、これも探してるんですか。いや、1回1個買ってすげえ安いのがあって、さらに安いのがあってみたいな感じで10個買っちゃったんですよ。なるほど、10個。いや、もう止まらなくなったというかね。ウィザードリー、あ、お得なカードがあればいいし、お得っすね、1800円。お得だけどカードは多分ないのかな。カードある金額じゃないって感じですか、ような気がしますね。はい、まあ、そんな感じ。意外と早く結構スーッといったんじゃないですか。ここにもありますね、津波ヘベレケ1900円。これもまあちょっと傷んだけどお得。これはファミコンのヘベレケとは違うんですか。またそうですね、あのキャラなんですけど、まあ、サンソフトさんといえばこのキャラじゃないですか。なるほど、もはやね、はい、いろんなゲームになってるわけですよ、うん、パズルゲーム。これも中国と津波の裸か、うん、あとまあ下子にディスクとか、ディスク系があって、やっぱ津波の裸多いですよね。多いですね。あのやっぱマリオ系が安いわ。マリオワールドも500円って安いし、でこのマリコレが600円で鬼安だし、これおすすめですか。鬼安っすね。鬼安持ってなければ。あとカービィも800円で安いし、やっぱ任天堂さんのまあ王道系のやつが安いんじゃないですか。ここ攻略本コーナーなんですけど、はい、ファミコンって書いてあるじゃん。 ありますね。これね、どんなのありそうですか。2冊しかないですよ。え、このヘラクレスの栄光とゴジラ、まあなかなか貴重なやつなんですけど、これ2冊しかない感じですよ。あらららら、前いらっしゃった時あったんですか。そうですね、あれいつだっけな、1年かそんぐらい前、はい、の時はこの横のところに結構ありましたね。うん、数十冊、50冊はありましたね。じゃあすごい売れるんですね、やっぱ攻略本もね、今ね、と思いますね。ここにスーファミとかゲームボーイも数冊しかないですもんね。メガドライブは1冊もないんだよ、これも。当時の攻略本とかももう争奪戦ですね。全部なくなっちゃってる。だってあれ少ないっすもんね、ソフトよりも多分ね、攻略本の方が数は。ああ、もちろんそうじゃないですか。そうですね、はい、だからより希少性でいったらよりあるかもしれないですね。でしかも本だから痛みもね、うん、中割れというか割れてくるんですね、パラパラパラって取れちゃうんで、はい、あとは新しいですもんね。そうですね、基本的にはね、はい、このアウトレットコーナーがね、名物ですもんね。だからファミコンはなさそうだね。ファミコン一応ありますか。ここにここね、ジャンクじゃなくてアウトレットコーナーなんでセーフなんですね。そうですね。ファミコン野球版220円、うん、あとまあドラクエ2が220円とかお得ですけどね。まあでもそんなもんか。あとはベースボール110円とか、あとは絶対買ってますね。残念。残念じゃ残念か。お得ではあるんだけどね。ですね、やっぱね。はい、この先ほどね、スノブラ28万があったショーケースですが、はいはいはい、ファミコン以外にも相当貴重なものがあるということですね。はい、まあ、例えばこのね、メガドラのジウーズ、11万5千円。これなんか、縦からしか見えないというか。ね、背拍子しか見えないみたいな。うん、あれですか、やっぱこれぐらいの値段、お値段する理由って何なんですか。ああ、やっぱ数が少ないメガドライブのやつですよ。ああ、そうなんですね。メガドライブの方が、特にか、まあ高いのが多いじゃないですか。極端に高いの、まあ、種類で言うとね、ファミコンより少ないんですけど、あと他にも、ちょっとね、僕はピンとこないですけど、DS。DS で、この方、6万5800円。こんな高いんだ。DS で高いのは結構あるんですよ、今もう。
DS もレトロじゃないですか。そうか、 DS もレトロっすか。もうそうなってくるでしょうね。これも昔から高いんですけど、サターンのデリソバ、デリソバ、はい、これ非売品なんですよね。え、いくら？95,000。9万。でも最初20万だったんじゃないの、あれ。27万が9万になってますね、あれ、あの感じ。これ非売品だから、この高いんですか。そうそうですね。フレンドパークなんかありましたっけ、そば運ぶやつとかって。あー、それのなんかバイクで。そう、そんなやつですよね、確かね。いやでも一番やばいのはこっちのネオジョじゃない、やっぱり。マジカルドロップ36万8,000。 36? だってこのショーケースの中にも怖くていられないっていう感じで、多分ってことでしょ、これだって。すげえ。これ映画半券割引対象外って何ですか、これって。あ、あれじゃないですか、うん、あのほら、ここビルの中に映画館入ってるじゃないですか。ここ映画館あるんですか。入ってます、入ってます。あ、そうなの。入ってますよ。だからデートスポットですよ。じゃあ映画見て駿河屋さん来て。いいじゃないですか、そういうデートコースですよ、うん、まあだからこれショーケースだよ、鍵があるとこにも入れられない危険さ、貴重すぎて。これすごいですね、36万か。まあ、DS、3DS、PS3、 あれでしょ、藤田さん、ゲームボーイの箱付き見たくてしょうがないでしょ、そこがね、今日はね。ただでも今ね、あの PS3 って今一番安い時期だと思うんですよ。あー、そうかそうか、そのネクストみたいなイメージで、次が来るのはみたいな。いや、どうせそうなるじゃないですか。はいはいはい。今買うなら PS3 なんですよ。そうか、藤田さん的にコンプリを狙うみたいな人に対しては、うん、PS3 はいいよと。今はそこね、狙いですからね、はい、例えばもう DS は上がってきちゃってるんですよ。そうかそうかそうか。 PS2 も上がってきちゃってる、1も上がってきちゃってる。3だと3はこう下がってってるんでね。でも結構タイトルありますよね、3もね。そうですね、というまあ、はい、止まると思わなかった PS3 で止まりつつ、はい、そうですね。いや、スッとゲームボーイ行くのかなと思ってますね。そう、スッと行かないこともあるよって。なるほどね。片側のまずゲームボーイ横にあって。あ、本当だってことですね。じゃあこの裏かな、はい、見ちゃいますか。禁断のこれはいけそうじゃないですか、何かしら。来ましたね、完全に来ました、ね、これは完全に買いそうじゃないですか。1個目か見て買いますってすごい縁起がいいですよね、うん、すごいですね。キューバーと、あー惜しいけど3,700円だ。どうしますか。いや、買いたかったけどってことですね、はい、ウルトラクイズ、はい、1,400円。シュート、青木伝説シュート7。うわ、安っ。安くないですか。安いっすね。で、わかんないです。おどういするスーッといっちゃいますね、はい。アレサ2、5,500円、5,900円。ウルトラさん、全部見る気じゃないでしょうね。いや、ピシピシしてるんですもん。ピシピシピシってなってるんだね。さっと言ってください。ドラゴンボール3,200円、スーマリランド3,200円。すげえピシピシしてないですかこれ、ピシピシやってるんですか。音が聞こえるんですか。ピシザワザワみたいなことですか。ザワ、なるほどね。ピシピシピシって見る、聞こえてるわけですよ。人生ゲーム400円、嘘、意外と綺麗なの。はい。パチンコ最有機、これも珍しいんだな、意外と。はい。まあそんなとこですかね、じゃあね、はい、